お腹が減っているけどまだ夕食には早すぎる。そんな時にはカップラーメンなんかを食べたくなりませんか？あ、お湯が沸きました。げっ、お腹がグーグー鳴っているのにカップラーメンのカップが割れて麺が見えています。あれ、カップの底に大きな空洞？一体なぜだと思いますか？実を言うと、この空洞は麺を保護するためのもので、メーカーが商品をかさ増ししようとしているわけではありません。カップ麺はほとんど割れていないのに、袋入りのインスタントラーメンはボロボロということがあります。この工夫は中間保持構造と呼ばれていて、配達トラックの中で麺が割れにくくなるようにしっかりと詰める方法なんです。この工夫のおかげで麺を長いまま均一に調理されます。起きた時に息が臭いのは嫌ですよね。そんな時はうがい薬が便利です。ところで、うがい薬は口をすすぐために発明されたのではないんです。実はうがい薬はもともとフロアクリーナーとして開発され販売された製品だったんです。何年もの間防腐剤として病院に販売されていましたが、売り上げは伸びませんでした。ある時、マーケティングの天才がうがい薬としてブランド再生したところ、急成長したのです。歯を磨くときにはブランド再生の凄さを思い出してください。現代ではインターネットなしの世界なんて想像しがたいですよね。ストリーミングもオンラインゲームも、可愛い子猫の写真にもアクセスできなくなってしまいます。まさかインターネットがこのように利用されるようになるとは思ってもいなかったでしょうが、実際インターネットの原型はアーパネット、もしくは高等研究計画局ネットワークと呼ばれていたんです。とても精密な機械だったので、電源を切らないようにとある科学者が、このマシンはサーバーです、絶対に電源を切らないこと、と書いた紙を貼り付けていました。しかも赤色で。ノートの余白は落書きするために作られたのではありません。余白はもともと書かれた内容をネズミから保護するために作られました。昔はネズミに紙をかじられることが多く、紙の端に書かれた文章がお腹を空かせたネズミに食べられてしまうことがよくありました。でも余白のために配置された線の内側に書くことで、大切な部分が食べられなくて済むようになったんです。もうお腹いっぱい、このピザは後で食べよう、ラップしておこうか、なんて時に少し引っ張っただけでロールごと箱から出るってことありますよね。ラップの細長い箱にはそれを防ぐための工夫が備えられています。箱の両端にあるタブを内側に押し込むと、ロールが固定されて箱から出なくなりますよ。知っていましたか？今日の昼食はカリフォルニアロール。中身は海苔とご飯ときゅうりとアボカドとカニ、じゃなくてカニカマです。簡単に言えば、砂糖を加えた安い白身の魚を加熱してプレスし、形を整えたもの。結構美味しいですけどね。ちなみに海外では海のホットドッグと呼ばれている。というのは冗談です。電子レンジのドアガラスの黒いメッシュはファラデーケージです。このおかげで電磁エネルギーやマイクロ波が外に漏れて、周りにいる人を加熱しない仕組みになっています。おかげで早く食べ物を加熱することができるんです。すべての電子レンジに内蔵されていますが、クオリティは異なります。このファラデーケージはスマホの電波もブロックするので結構便利ですよ。まあ、わざわざスマホを電子レンジに入れなくても、電話に出たくなかったら飛行機モードにする方が簡単ですけどね。 IQ テストを受けてアインシュタイン級の頭の良さだなんて言われたことはありますか？ちなみに IQ の平均値は100。アインシュタインがテストを受けたという証拠はほとんど見つかっていないんです。開発当初、大半の人が IQ テストは曖昧すぎて役に立たないと考えていました。このテストは本来勉強の手助けが必要な子どもたちのために設計されたものです。その後、知性を識別するために適用できることが分かりました。ですが、もともとそのために作成されたものではありません。誰でもプチプチを潰したことはありますよね。
この製品も潰したり現在の用途のために開発されたものではありません。もともとは新感触の壁紙として開発されたのです。プチプチは2枚のシャワーカーテンを密封して作成されました。でも明らかにこの商品は売れませんでした。壁紙としては失敗作でしたが、その後壊れ物を保護するという別の使い道が発見されたのです。プチプチは最初のパソコンが出荷された際にも使われました。皆さんは壁がプチプチだらけの家を想像できますか？おしゃれか悪趣味かコメント欄で教えてくださいね。世界有数の企業が世界中で有名な製品を販売している場合、どうすれば企業秘密を守れると思いますか？コカ・コーラ社の場合、かの有名なコーラのレシピの特許を取得していません。試作品のレシピは特許を取得していましたが、変更した後は特許を取っていないのです。少数の人々しか秘密のレシピを知らず、コカ・コーラのライバル会社もレシピを手に入れようとはしていません。2006年、会社を恨んでいた従業員がその秘密を売ろうとしましたが、失敗に終わりました。海外の新品のマットレスには、これを取り外すと法によって罰せられます。という意味のタグが貼り付けられています。かなりの厳重注意ですが、このタグは消費者に向けた警告ではなく、マットレスの小売業者に対する警告なんです。約100年前、マットレスのメーカーは動物の毛、病院の古いベッド、衣類などを詰め物として使っていました。ですが、古い病院のマットレスは細菌だらけだったので、厳格な法律によって使用が禁止されたのです。雨の日に家で退屈していたら、アメリカ発祥のカラフル粘土、プレイドーを手作りしてみませんか？小麦粉と水と塩と食品着色料を混ぜるだけで簡単にできますよ。クリエイティブな人なら何時間だって遊べます。安上がりで衛生的で無毒なので完璧な粘土ですよ。もともとプレイドーは壁の掃除用品として1930年代に使われていたのです。当時人気のあった石鹸や水を使えない壁紙を掃除するための手段でした。その後粘土として使われるようになったんです。ロリポップの棒に穴が開いているのに気づいていました？この穴は手品をしたり楽器を作るためのものではなく、飴が棒から取れないようにするための工夫なんです。キャンディーは熱いうちに型に流し込まれるので、飴が棒の中で固まり固定される仕組みになっています。ロリポップには興味がない？それならアメリカ産のグミベアはどうですか？ちなみに元祖グミベアはアメリカ産ではなくドイツ産です。グミベアはドイツの会社が1922年に生産し始めました。元祖の名前はグミなんとか不明ですが、実際にショーで踊っていた本物のクマからインスピレーションを得たということです。そしてその後世界中に広まりました。キーボードの F キーと J キーの小さな隆起が何のためにあるのか疑問に思ったことはありませんか？この小さな隆起はキーボードを早く打つために人差し指の位置を知らせるためのものです。両手の人差し指を F と J に置いておけば、キーボードを見なくても全てのキーが打ちやすくなりますよ。スリンキーは好きですか？ YouTube でグルービーな音楽とともに階段を降りるスリンキーを見たことがあるのではないでしょうか。発売当初年齢を問わず大人気でした。でも当時はおもちゃとしてではなくバネとして使われていたんです。もともと船の敏感な航海装置を安定させるために設計されましたが、ある日テーブルから落ちた時に面白い動きをしたのです。その後研究が重ねられ改良されたスリンキーが誕生しました。この開発者たちを表彰したいですね。ジーンズの小さなポケットはお釣りや鍵を入れるために作られたわけではなく、懐中時計を入れておくために作られました。現在では懐中時計を持っている人はほとんどいませんが、1890年代には大流行していたんです。ジーンズに関する面白事実はまだありますよ。ポケットの角についているリベットは過去のクールなデザインではありません。
実際これらのリベットは非常に大切な役割を果たしています。ジーンズが最も傷みやすく破れやすい部分を保護しているのです。この時代の大半の人々は過酷な肉体労働者の仕事着としてジーンズを履いていたので丈夫さが要求されていました。当時の人々が穴の開いたジーンズに1万円近く払っているのを知ったらショックで気絶してしまうんじゃないでしょうか。カシューナッツと聞いて思い浮かべるものとはちょっと違うかもしれませんが、海外の掲示板に投稿されたのがこのブラジルでの写真。これがカシューナッツの正体で、実は純粋なナッツではありません。カシューナッツはカシューアップルの先端に育ちます。一部の果物の中にある種はカクカと呼ばれ、カシューナッツもその一つ。アーモンドやピスタチオと同じ系統です。カシューナッツは16世紀中頃にポルトガル人によってインドにもたらされました。そこからはアジアから西アフリカにかけて広がっていったのです。最大消費国はアメリカ合衆国。世界の総生産の 90% を輸入しています。食べ物のトピックをもう少し続けましょう。例えばこれがパイナップルの育つ姿。パイナップルは成長の遅い作物で、収穫まで16から24ヶ月を要します。また一株のパイナップルから収穫できるのは3回程度。ちなみにパイナップルの模様の一つ一つはもともとが花だったものです。ナスは英語でエッグプラント。成長する最中の写真を見てみましょう。確かに見た目は卵そのものです。またナスは野菜ではありません。植物学的にはスイカと同じベリー類に分類されます。また色は紫ばかりではなく、白や緑、紫地に白の縞というものもあります。これの正体は何でしょう。花束のように見えるかもしれませんが、これは収穫されなかったブロッコリー。咲いている花も食用することができます。その利用の歴史は2000年以上たどることができ、古代ローマでも好んで食されました。北アメリカにもたらされたのは1920年のこと。イタリア系移民がカリフォルニアで作物としたのが始まりです。現在アメリカ合衆国は中国とインドに次いでブロッコリーの生産量で世界3位となっています。そしてこちらは花が咲いたアーティチョーク。アーティチョークは花のつぼみの部分で、人類に知られている限り最も古い作物と言われています。パイナップルは収穫まで2年がかかるとお話ししましたね。そして一株で収穫できるのは3回程度。対してアーティチョークは1年に20回収穫することができます。抗酸化物質の観点で見ると非常に健康的な野菜の一つです。これは眠っている亀の写真です。亀の多くは甲羅にこもって睡眠をとります。これは捕食者から身を守るための本能。しかし体を引っ込めることができない種類もおり、その場合はこのような姿勢で睡眠をとります。亀は中高生。必要な睡眠時間は種類によってまちまちで、10時間必要なものも1時間で済むものもあります。必要な睡眠時間は平均的に4から6時間と言われています。睡眠時、亀にとって最も重要なのは安全な隠れ場所。主に選ばれる場所は木の葉の下や土の穴などです。皆さんはカメレオンの足を見たことがありますか？カメレオンの足は前足の場合、指が3本前向きに、2本後ろ向きに生えています。後ろ足の場合はこれが逆になります。木の上で生活するカメレオンにとって、この足は枝をつかむ上で非常に役立ちます。カメレオンは体色を変えることで知られていますが、実はその目的はカモフラージュではありません。色はカメレオンの気分や周囲の温度、湿度、明るさによって変化します。カメレオンの中には舌の長さが体の2倍の長さに達するものもあります。ガチョウの顔をドアップで見たことはありますか？実はガチョウには歯があるのですが、それがくちばしと呼ばれているのです。ガチョウは非常に仲間意識が強い生き物。生まれたばかりのヒナは最初に動くものを親と認識するため、その相手がガチョウだろうが人だろうが、ただのものであろうが、ずっとその相手を慕います。また生涯を通じて繁殖が可能で、親鳥はヒナを必死に守ろうとします。またつがいの相手を失うと心から悲しむと言われています。群れの中に病気や怪我の個体が現れると、数羽のガチョウが共に残り守りながら世話をします。
この可愛い生き物はワニの赤ちゃん。しかしその可愛さに騙されてはいけません。この時点でもうすでに歯が60本も生えているのです。またワニはその性別が遺伝子によって決まりません。それを決めるのは温度。卵が高い温度にあるとオスが生まれ、低い温度にあるとメスが多く生まれます。生まれたワニは10年かけて大人に成長します。寿命は35年程度と言われており、また塩水の中で生きることができません。一方、クロコダイルと呼ばれるワニの種は特殊な線を持っており、体から塩を排出することができます。これは生まれたばかりのハトのヒナ。ハトはこれまで何羽も見たことがあると思いますが、ヒナは初めてかもしれませんね。というのも、ハトのヒナは6週間という鳥の中でもかなり長い期間を巣で過ごします。巣立ちをする頃にはその見た目が成長と同じになっているため、違いがわからないのです。ハトはおそらく人類に初めて飼いならされた鳥。帰巣本能に優れ、 2000km 離れた先から帰ってくることができます。これはニューヨークからフロリダまでの距離以上ですから驚きですね。生まれつき方向感覚に優れていると言われ、その昔は伝書鳩として利用されていました。これは牛の口。そしてこのブツブツは円錐乳頭と呼ばれるもの。これが牛の反芻運動を助けます。また牛は視野の角度が330度あり、多くの動きを目で捉えることができます。亀の中には1時間の睡眠しか必要としないものがいるという話をしましたね。しかし牛の睡眠時間はさらに短く、1日に30分の睡眠をとります。またその睡眠は6から10回の短く深い睡眠に分けられます。10時間以上を寝そべって過ごしますが、残りの時間はかなりの広範囲を動き回ります。そして1日に100リットルの水を飲みます。これは何かというと、300倍に拡大した砂粒。砂は何百万年も昔に浸食によって崩れた岩石のかけらで、その表面には微生物のコロニーが存在しています。そう、そこにはミクロの世界が広がっているんです。砂はそこら中にあるとはいえ、コンクリートなどに使われる貴重な原料。またアラブ首長国連邦やシンガポールといった国は砂を利用して埋め立て地を作り、その国土を拡大しています。これは硬膜静脈洞。顔の骨の中に広がっている空洞で、額から鼻、頬骨にかけての裏にあります。鼻の粘液を生み出す重要な部分で、これが鼻から入る空気をろ過し温め、それに湿度を加えます。また味覚にも必要なものであるため、これがなければ食べ物は味気ないものとなってしまいます。これはボーリングの玉の中身。非対称な形になっていることがわかりますか？実はその重心は偏ったものになっているのです。このためボーリングはボールを曲がった軌道で投げることができます。ちなみにボーリングが発明されたのは5000年前のエジプト。そう、実はそれだけ歴史があり、世界中で人気のスポーツでした。もちろんルールと道具は今とは全く違いましたけどね。世界初のボーリングレーンは19世紀のニューヨークに作られました。さて、こちらは放置された綿菓子。食べ忘れには注意しましょう。綿菓子は放置するとこれだけ縮んでしまうんです。何せその材料は色をつけた砂糖と空気のみ。つまりそのほとんどがただ同然の空気でできているんですね。また綿菓子の繊維の1本は髪の毛よりも細いんです。ちなみに12月7日はアメリカのコットンキャンディー記念日ですから、まだ祝ってない人は来年のカレンダーに印をつけておきましょう。ほとんどが空気のこのお菓子はほぼゼロカロリー。ちなみに発明者はキャンディー職人と歯医者なんだそうですよ。万が一車のトランクの中で身動きが取れなくなっても慌てないでください。どの車にも緊急時にトランクを内側から開けられるラッチが装備されているはずです。このラッチは老若男女問わず開けられるように工夫されています。暗闇で光るようにも設計されているんですよ。手を使う余裕がない場合は口で引っ張ることもできます。そもそもなんでトランクに入っちゃったのかは突っ込まないでくださいね。針と糸を使うことがあれば、糸巻きに針を刺しておかないでください。誤って針で指を刺してしまうかもしれませんし、針をなくしてしまうかもしれません。最近の糸巻きには底部分に針を入れる専用のスペースが備わっています。それを引き出して針を入れましょう。縫い針を一度に何本も収納できるものもありますよ。
ボールペンにもちょっとした秘密があるんです。持ち手に小さな穴が開いているボールペンって見たことありますか？実はこれ原始的な換気装置で、インクがペン先に届きやすいように設計されています。スパイスボトルは振って中身を出すものではありません。私も信じられませんでした。棚から適当な調味料ボトルを取り出してみてください。取り外し可能なプラスチック製のキャップ付きだったら、この使い方を試すのに最適です。ボトルを振るのではなく、逆さまにした状態でプラスチックのキャップ部分を持ってボトルをひねります。調味料入れを振り回したり、コンロを散らかさずに調味料が滑らかに出てきますよ。引き続きスパイスボトルに関連した隠れ機能をご紹介しましょう。塩や胡椒入れの瓶の多くはガラスの底に隆起があるはずです。もし中身が詰まって出にくかったら、ボトルの底同士を合わせて音が鳴るように動かしてみてください。こうするとボトルを開けなくても中身が簡単に流れ出てくるはずです。寒い季節になると厚着しすぎてショルダーバッグやリュックのストラップを肩にかけている感覚がなくなりませんか？しかもすぐに肩から滑り落ちて困りますよね。そんな時におすすめのジャケットやコートがあります。肩に小さなタブがあり、ホックかボタンで簡単に開閉できるデザインのものは、この部分にショルダーストラップを固定できますよ。ピーラーはジャガイモや人参、キュウリなどの皮を剥くために使うことがほとんどでしょう。このピーラーで玉ねぎを薄切りにできるって知っていました？玉ねぎを縦に4等分しスライスしていきます。玉ねぎの涙が気になる方もこれなら大丈夫かもしれませんね。あまり注意を払うことはありませんが、歯磨き粉のチューブをよく見てみてください。必ず点火線のような色が何かしらついているはずです。色は黒、緑、赤、青など様々です。この色は工場で歯磨き粉のチューブを製造する機械を補助するためのものです。歯磨き粉のチューブをカットする機械がいつどこでチューブを折るべきかを、この色の部分で認識しているのです。靴に関してはなんだか違和感のあるデザインには必ず理由があるものです。ほとんどのメーカーはただ面白いからといって靴に余分なものをつけたりなんかはしません。そんなことをすれば間違いなく時間と資源の浪費ですからね。例えばブーツ、靴のかかとの上部に小さな輪っかがついていることがあります。これは靴を履くときにさっと引っ張れるようにするためのものです。またブーツは寒い季節に履くものなので、この部分を引っ掛ければ靴を吊るして乾かすこともできます。誰だって一度は飛行機の持ち込み手荷物の制限を突破するために何枚も重ね着をしたことがあるんじゃないでしょうか。でも実際に飛行機に搭乗し席に着くと、着すぎた服が問題になってきます。皆さんはコートやジャケットをどうされていますか？今度飛行機に乗るとき、座席の前をよく見てみてください。トレイテーブルをしまっておくためのフックがジャケットをかけるためのフックとして使いますよ。機内食がないなら問題ありません。マスカラの使用期限はメーカーにもよりますが、3ヶ月から6ヶ月が多いそうです。でも気をつけないと、それよりも使用期限を短くしてしまうのだとか。製品を混ぜるためにマスカラ棒を何度も入れたり抜いたりすると、容器の中にどんどん空気が押し込まれます。その結果マスカラ自体が早く乾燥してしまい、満足できる結果にならないというのです。マスカラがまだ十分に使えるかどうか簡単にチェックする方法がありますよ。ブラシを取り出した時にプチッという音がしなかったら、新品を買った方が良いかもしれません。Bluetooth の時代になったとはいえ、より良い音質を求めるなら、やはり直差しのヘッドフォンがおすすめだそうです。ジャックに黒い凹凸があるのを知っていますか？あの線は携帯電話やノートパソコンに挿した時にフィットさせるためについているのではありません。この部分は特殊な絶縁材料で作られていて、音が伝わる時にワイヤーを保護してくれます。この線の本数でどっちをどっちに挿すのかわかるようになっています。カップ麺の底にはスペースが空いていますよね。カップ麺のメーカーが内容量をかさ増ししたくてそうしたわけではありません。これはカップ麺を輸送する際に麺を保護するためのスペースです。またお湯を注いだ時にお湯が全体に回るようにしてくれます。 V 字型のネックラインは当初いくつかの目的を持ってデザインされました。一つ目は服が型崩れしないようにして衣服の寿命を伸ばすため。
2つ目は頭を入れるために首周りを伸びやすくするため、こうして首周りにちょうどフィットしてくれます。3つ目は運動中にかいた汗を吸収してくれます。ジャケットの右側に用途不明のポケットがあるのを知っていましたか？このポケットは男性が毎日通勤する際に電車の切符を入れるために使われていました。ジャケットのボタンを閉めたままでもポケットがあることで便利だったのです。今は実際に使用するためというよりは飾りとして付けられています。当初の目的では使わないものをもう一つご紹介しましょう。色付き粘土プレイドーはもともと掃除用具だったということをご存知でしょうか。1920年代石炭を燃やす暖炉の周りの壁紙を拭くのに役立つ製品が市場で必要とされていました。そして現在のプレイドーの調合が考案されたのです。当時は白色のみで汚れの上を転がして壁紙を掃除していました。1940年代に入ってから壁紙をきれいにするための新製品が登場したので、プレイドーは現在の用途で使われるようになったんですよ。朝食に食べるトーストは美味しいですが、トースターを掃除するのって面倒じゃないですか。最近トースターの底にスライドする板のようなものがついていて、パンくずを簡単に取り除くことができることを知りました。かつてゲームはゲーム機にカートリッジを差し込まないと遊べませんでした。この小さな物体は医師の悩みの種でした。特に幼い子が小さなゲームカートリッジを飲み込んで病院に運ばれるケースが後を絶たなかったからです。ゲームソフトの大半を製造している任天堂はこのような事故を防ぐためにクリエイティブな解決策を考え出しました。最近の任天堂スイッチのソフトには口の中にひどい苦味を残す特定の化学物質が意図的に塗布されています。ただし自分の舌で味わってみることはお勧めしません。皆さんはサブウーファーの重低音が効いた楽曲に合わせて踊ったことはありませんか？なくても世界中のほとんどのスピーカーの色が黒であることを不思議に思ったことはあるでしょう。緑や赤や虹色のスピーカーも見たことがあるとパソコンに向かって叫んでいる方、私が言いたかったのはほとんどのスピーカーが黒色で、カラフルな音響装置を開けてみると中身のスピーカーの部分は黒色であるということです。まず最初の理由はスピーカーにはもともと黒の粒子でできた振動板が使われていたから。そのため音が増幅されるとすぐに振動板を介して電荷を送信し、黒い粒子が上に動きます。振動板の上部膜に跳ね返って接触している炭素粒子がスピーカーの独特な音を作り出しているのです。製品を長時間使用すると色が変化し、黒い粒子がダイヤフラムの上膜に付着するので、スピーカーのメーカーはそれを避けたかったのでしょう。その結果、論理的な解決策としてほとんどのスピーカーを黒にすることにしたのです。もう一つの実用的な理由は黒がどんなインテリアにもマッチするから。壁や家具、衣服なども黒と組み合わせると見栄えが良くなるため、いろんな場所で使われます。ある研究によると音楽鑑賞はアメリカの娯楽のトップ10に幾度となくランクインしているとのこと。それに現在はテレビやパソコン、スマホなどどこにでもスピーカーがついていますね。スピーカーから逃れることはできないようです。ではその起源はどのようなものだったのでしょう。スピーカーの起源はラジオと電話技術に関係しています。スピーカーの原型は1861年にヨハン・フィリップ・ライスによって開発されました。ドイツ人の独学の発明家は自分の電話にスピーカーを設置したのです。最初はトーン音を再現することしかできませんでしたが、改良を加えることによりこもった声も再現できるようになりました。電話を発明したアレクサンダー・グラハム・ベルはライスのスピーカーの改良版を作成しました。基本的にはベルや他の発明者は導電型スピーカーを作りたかったのです。1877年になっても完成しませんでしたが、世界中の発明家たちも研究したことで作成可能であることが分かったのです。特に電磁コイル駆動スピーカーのアイデアを思いついたベルナー・フォン・ジーメンスの貢献が大きな原動力になりました。スピーカーにはなぜ磁石が使われているのでしょう。現在のすべてのスピーカーには電流が流れていますが、当時の発明者たちにとってこれはまだ常識ではありませんでした。電流が変化すると磁場が発生します。
スピーカーのパネルを動かすためには磁石によって反対の磁場を作られ、それが振動を起こします。そしてその振動が最終的に耳で聞こえる音になるのです。磁石が大きいほどスピーカーの音量も大きくなります。アメリカの発明王トーマス・エジソンはイギリスで増幅メカニズムに圧縮空気を使うシステムの特許を出願しました。そして1924年に最初の商用電動スピーカーを発表したのです。このスピーカーで出された音質は映画でも使えるものでした。その後次世代のスピーカーの開発には20年近くかかりました。それは1943年にデュプレックスドライバーが登場したことで実現したのです。このスピーカーでは映画館で大切な大音量での明瞭さと安定性が向上しました。そのため別名劇場の声と呼ばれていたのです。デュプレックスドライバーはすぐに映画芸術科学アカデミーによってテストされ、1955年にはそれが業界標準になるほどでした。このスピーカーの設計は現在でも使用されています。映画業界がかなり音質にこだわっているのは現在の映画館を見てもわかります。多くの映画館の壁には厚いカーテンが貼られていますが、これは防音または音響カーテンです。普通のカーテンよりもかなり厚く、重い生地でしっかりと織られていたり、かなり品質の良い裏地が使われています。このカーテンが音を吸収し、部屋の天井や窓や平らな壁の音響反射を減らしているのです。そのおかげで優れた音響体験を味わうことができるのです。映画館の床の絨毯がかなり厚いのもそのためです。防音材を使うことで音を閉じ込めているのです。この絨毯には上映中の足音を消すという実用的な効果もあります。音を閉じ込めるというコンセプトは、スマホをコップの中に入れると音が大きくなるということを考えれば理解できます。オープンスペースに置かれていたり吊り下がっているスピーカーはあらゆる方向に向かって音を発しています。スピーカーが振動し音波を発生すると、前面と背面の両方から同じ量のエネルギーが放出されるためです。一方、スピーカーを何らかの形で包囲すると、背面から出るエネルギーの一部が向かう方向を前方に向けることができるのです。スピーカーをコップの中に入れると、より良い音を演出できるのはこのためです。音が一方向に向いているため、コップに入れない時に聞こえる音よりも大きく聞こえるのです。電話やスピーカーの話を続けましょう。なぜ携帯電話のせいでスピーカーから雑音が出るのか、不思議に思ったことはありませんか？近くに他の端末があり、モバイルがデータを送受信しようとしている際に、このような音が発生することがあります。情報の転送中にスピーカー周辺の媒体に電磁妨害が発生してノイズが発生するため、スピーカーから雑音が聞こえるのです。この音が出ないようにするのは簡単です。スピーカーからスマホを遠ざけましょう。代わりにスピーカーを動かしてもいいですよ。こうすれば電波妨害が防止されるはずです。アメリカ全土で行われた調査によると、平均 74% の人々がヘッドフォンを2つ以上所有しているらしいです。そのうち 46% の人は1日2時間以上ヘッドフォンを使用していると言われています。見た目でヘッドフォンを選ぶ人もいれば、音質で選ぶ人もいます。どっちにしろ1万円以上費やす場合が多いので、適切な製品を見つけることが大切です。現代ではヘッドフォンがおしゃれなアクセサリー化しており、有名人がファッション業界同様ヘッドフォン業界に影響を与えることもあります。音楽業界で有名なドクター・ドレーやジミー・アイオビンは、今や世界的に有名なビーツ・バイ・ドクター・ドレーというヘッドフォンブランドを商品化しています。2006年に西海岸を歩いていたら、主要ブランドからオファーされ、スニーカーの製品化を検討していました。何度か話し合った後、自分たちが興味のあるヘッドフォンを商品化することにしたのです。この2人のアイデアはブランド化され、2014年にアップルに30億ドルで買収されることになりました。これはアップル史上最大の取引でした。契約時、ビーツバイドレーはヘッドフォン市場の 70% のシェアを持っていたため、アップルはヘッドフォン業界を独占することができたのです。2016年には人気のワイヤレスヘッドフォン、AirPods がリリースされたことももう一つの理由になっています。
では、多くの人々が所有している大人気のワイヤレスヘッドフォンはどのように機能しているのでしょう。これらのヘッドフォンはワイヤレスで使うために内部にバッテリーが搭載されています。多くの場合、便利な充電式バッテリーが組み込まれていますが、単2や単3の電池を使える場合もあります。そして、スマホやラップトップなどのペアリングされたオーディオデバイスからワイヤレスで送信された信号を受信しているのです。信号はソースデバイスによりエンコードされ、無線周波数や赤外線キャリアを介して送信されます。そして、ヘッドフォンが信号を受信し音声に変換するようになっているのです。助手席のシートベルトには布のループがついていますよね。大きな圧力をかけるとループのステッチが裂け、余分な生地が乗客のクッションとなります。でも、その数センチが悲惨な状況の中で大きな違いを生む可能性があるんです。ただし、これは運転席側にはありません。運転手はハンドルにとても近いのでない方が安全なんです。シートベルトはもともと19世紀半ばに発明されましたが、この技術は1960年代まで一般的に普及していなかったようです。衝突前のセンサー技術はシートベルトなどの安全性を一段と発展させることに貢献しています。これは衝突を予測し、シートベルトを自動的に引き締め、エアバッグを作動させたら、ブレーキにあらかじめ荷重をかけ衝撃を緩和する技術のこと。毎年600万件もの交通事故が発生していることから、事故を軽減するだけでなく、車内でより効果的に我々を守るために、全ての自動車は現在においても安全機能を開発し続けなければならないのです。自動車のボディを構成する材料は、ここ25年以内にアルミニウムやマグネシウム合金から炭素繊維複合材料へとようやく置き換えが始まったばかりなんですよ。この軽量化された素材は燃費がいいだけでなく、事故に遭った際に衝撃吸収体を提供する構造になっているんです。自動車が他の物体に衝突した時、衝撃吸収体が衝突のエネルギーを吸収します。一見車へのダメージが大きいように見えますが、それにより乗客への衝撃を防ぐことができます。フロントとリアのバンパーは非常に過小評価されており、車で使用されてきた長い歴史があるため、バンパーを使用しなかった時代なんて想像することができませんよね。これ1800年代後半に発明されたんです。バンパーは何年にもわたって進化してきていますよね。ですので、我々もバンパーがあることを意識することはあまりありませんでした。しかし、外側のカバーの下には硬い補強バーの周りに圧縮性のある発泡体やプラスチックで構成されたバンパーがあり、もしもの時に備えて待機しているのです。車の窓は全てガラスでできていますが、フロントガラスは飛散防止加工が施されているんですよ。ラミネート加工されているので、何がぶつかってもガラスの破片が前の席に落ちてくることはありません。それでもやはり1950年代までは普通のガラスが使われていました。自動車が普及し始めると、安全性を確保するための改造が行われるようになったのです。エアバッグも常に存在している一般的な機能の一つですよね。実は1968年に発明されたエアバッグは当時としては先進的なものだったのです。徐々に普及し、自動車の安全対策を通じて、最終的には1998年に初めて全車両への搭載が義務付けられました。このエアバッグはステアリングホイールの中に設置されているものから発展したのです。現在では乗客を確実に保護するよう、車種によっては車内の至る所に設置されています。搭載されたコンピューターに接続された衝突センサーは、衝突を感知してバッグを作動させ、数ミリ秒で膨らみ、瞬きをする間にクッションのような安全性を提供してくれます。天候を予測するのは難しく、路面のトラクションを判断するのはさらに難しいですよね。1960年代後半、アンチロックブレーキシステム、略して ABS が自動車に搭載されました。1908年まで遡りますが、それ以前は多くの航空機に採用されていたんです。滑りやすい路面でトラクションを確保し、ブレーキングを完全にコントロールするために ABS はすぐに全ての自動車にとって必需品となりました。今日 ABS は非常に進歩しており、最新のバリエーションでは
強い横風が吹いている時にも検知できるようになっています。クルーズコントロールは1948年に発明され、何十年にもわたって絶え間なく開発が続けられてきました。現在アダプティブクルーズコントロールは一定速度で走行中に前方に遅い車を検知すると、その車に合わせて速度を調整するようになっています。さらに前の車が停止したことを確認すると、車が完全に停止するような機能もあります。長時間単独ドライブをしているとハイビームの点灯をつけ忘れることもありますよね。現在ではオートマチックハイビームが急速に普及しつつあるんです。ハイテクカメラモジュールはどのような光が通過しているかを簡単に判断し、ハイビームがいつ必要になるかを確認するのに役立ちます。オートマチックハイビームは1950年代から開発されていましたが、感光センサーに頼っていたため信頼性が非常に低いものだったのです。新しいタイプは太陽からの光、車のライトからの光、標識の反射など光源を識別することができ、他のドライバーに迷惑をかけないようにすることができるのです。年間約40万件の事故を引き起こしている原因は視覚。自動車のリアバンパーに搭載されたソーラーセンサーやブラインドスポットモニターは隣接する車線を監視識別するシステムです。ダッシュボードの点滅やビープ音で隣の車線を走っている車がいることをドライバーに知らせてくれます。このシステムは視覚がもたらす様々な不安を解消するのに役立っています。160万件の交通事故は運転中のメール送信の際に起こり、疲労が原因の交通事故は年間 10% にも上ると言われています。ドライバーアテンションモニターはこれらどちらの問題を軽減するのにも役立ちます。センサーが車の動きやステアリングの修正量をモニターし、ドライバーが道路に注意を向けているかどうかを確認します。ドライバーが完全に覚醒していない、あるいは携帯電話に少し気を取られていることをシステムが認識すると、休憩時間を示唆する信号が発せられるのです。タイヤは車にとって最も重要な部品の一つですよね。どんな道であってもそれなりの対応が必要とされます。多くの安全機能はタイヤの役割に依存します。タイヤ空気圧監視システムは4本のタイヤの空気圧をチェックし、いつ空気圧を上げればパンクのリスクを回避することができるかを確認するシステム。技術の絶え間ない進化は長い道のりを安全に走行するためのもの。車線逸脱警報は道路上の線に着目し、車がその線内に留まるようにします。車が合図なしに道路の線を越えてドリフトし始めると、カメラベースの機能がそれを識別しドライバーに知らせるのです。車線維持支援システムも同様の方法で車線境界への進入を検知します。近づきすぎた場合はステアリングを再調整し、適切な車線内に車を誘導します。より進化した車には自動運転機能が搭載されています。オートパイロットシステムはクルーズコントロールを次のレベルへと進化させました。設定した速度を保ちながら車両が目的の車線を走行できるようにするだけでなく、必要に応じて車線を変更し乗り心地をより効率的にしてくれるのです。安全装備の中には世界の車種でトレンドになりつつあるものもあります。例えばサーモグラフィーカメラを使ったナイトビジョンで近くにいる歩行者や動物に気を配ることができるのです。インフォテインメントの画面内に入り、正面を向いて熱線センサーから物体を識別します。世界で使われている自動車の数は14億台以上と言われており、世界人口の増加に伴い自動車の台数も増えていくことが予想されています。安全装備も今よりさらに適応していくことでしょう。赤外線ヘッドライトは嵐や雪、霧などの視界の悪い状況でも使用できるようさらに進化していきます。あらゆる状況下ですれ違うドライバーの視界に影響を与えることなく、ドライバーの視認性を向上させることができるようになるのです。ドライバーオーバーライドシステムは近い将来人間の行動を監視し識別することができるようになると言われています。道路上での無謀な行動やその他の安全対策のために自動車が自ら完全にコントロールする機能を持ち、乗客とドライバーの安全を確保できるようになる日が近くなるのではないでしょうか。拡張現実フロントガラスはすでに初期の開発段階にあり、ダッシュボードからフロントガラスにいくつかの指標を反射させることができます。
そのため近い将来、地図やアラートなど必要な情報がドライバーの目の前に表示され、ドライバーが道路から目を離すことなく運転しながら必要な情報を得ることができるようになるのです。またエアバッグは車内だけでなく車外からも作動するようになります。衝突の危険を察知すると車外からエアバッグが作動する仕組みになるのです。エアバッグは外側に向かって膨らみ、車の外側全体を覆って衝撃を激減させます。車体を磨く必要がないほど進化しているかもしれませんね。未来の車のテクノロジーは人間のドライバーとではなく、車自身が他の車とコミュニケーションを取るようになると予想されています。道路上の障害物や問題点、天候の乱れなどを感知すると、車同士がコミュニケーションを取り、情報を共有し合うのです。そうすれば、最も効率的で安全なルートを確保することができますからね。先が楽しみです。真鍮のドアノブって、特に冬の寒い日には触ると冷たいですが、ピカピカ輝いていて上品だという以外にも、ある目的にかなっているんですよ。真鍮は銅合金なので、抗菌効果があり、有害な細菌やバクテリアを除去できます。最高2時間で除去できる時もあります。ですので人の多く出入りする場所では特に役立つのですが、真鍮はニッケルや鋼鉄よりもずっと高価なため、現在ではあまり見かけません。多目的で便利なものといえば、多くのスクリュードライバーにはある小さな秘密があります。レンチに通せば回転力を上げられるんです。届きにくいところにあるボルトを締めるときに便利ですよ。女性用のシャツのボタンが左前なのにはおしゃれ目的ではない理由があります。始まりはメイドが貴婦人の服を着せる手伝いをしていた時代に遡ります。ボタンが左前の方が着せるメイドが仕事をしやすいのです。左前のシャツは富の特徴でした。現代ではほぼ全ての人が自分で服を着ますが、この慣習が続いた理由はこういうことなんですよ。次回、段ボール箱を開けるためにカッターを使うときは刃をよく見てみてください。刃に斜めの線があったらそれには用途があります。刃がパキンと折れるのです。何度も段ボールを切っていると鋭かった刃の切れ味もだんだん悪くなります。でも刃の先端を線のところで折れば刃が鋭くなるので新しいカッターを買う必要がなくなりますよ。折るときはカッターの持ち手の部分についている小さなパーツを使いましょう。この部分はブレードスナッパーと呼ばれることもあります。この素晴らしい発明を最初に思いついたのは、板チョコの分かれ方を見てひらめいたエンジニアたちです。ちょっと待って、段ボール箱はまだ捨てないでください。箱のどこかにシリカゲルの小さな袋があるはずです。シリカゲルは基本的には乾燥剤で、周りの湿気を吸収するので他の用途にも使えるんです。スマホなどの電子機器を乾燥させたいとき、シリカゲルと一緒に容器に入れるとダメージを軽減できますよ。一般的な車のタイヤ交換時期は整備士でなくてもわかります。便利なインジケーターがついているからです。よく見てみるとタイヤのトレッドはゴムの切り込みがたくさんあるのがわかります。トレッド面が一定に直角の線になっていたら、おそらく交換が必要だということです。十中八九タイヤがすり減りすぎていて運転したら危険だからです。車のフロントガラスの上の隅にはザラつきのある黒い点が散っています。これはデザインでこうなっているのではありません。フリットグレージングといって、特殊なセラミック塗料でシーラント剤を紫外線から保護しているんです。またこうすることでフロントガラスをきちんと固定するために使われる接着剤がつきやすいザラザラした表面になるのです。車の運転をするときはバックミラーの下に小さなレバーがあるかチェックしてみてください。これでミラーを日中用と夜間用に切り替えられるんです。プリズムガラスの技術で反射をぼやけさせて、渋滞の時のヘッドライトの眩しさを軽減できます。このような手動でミラーを傾ける技術が考案されたのは1930年代ですが、一般的になったのは1970年代頃です。車に乗ったらヘッドレストをチェックしてみましょう。隠れ機能があるのをご存じない方が多いと思いますよ。さまざまな座高の人の頭と首に合わせて調節できるようになっているのはわかりますよね。隠れ機能は実は取り外しができて、とても硬い金属の棒がついているということです。
万一車から出られなくなって速やかに逃げる必要があるとき、この棒で車の窓を割ることができるんです。車の運転中に急にガソリンがなくなってしまったとしましょう。これからお話しする状況は実際起こりうる状況というよりはネットで見かけるショート動画みたいなものです。セルフのガソリンスタンドで急いでいてノズルをタンクに入れたまま車を走らせてしまったらどうなるでしょうか。ノズルは実はこういう時でも大丈夫なように設計されています。ホースに一定の力がかかると外れるようになっているんです。20世紀初頭、スニーカーはもともとバスケットボール選手専用にデザインされました。しかしすぐにジーンズやレザージャケットと同様ファッションに欠かせないものとなりました。よく見てみるとスニーカーには横に靴紐を通す穴に似た穴が2つ余分に開いています。この穴は通気性を良くするだけでなく靴紐の結び方でオリジナリティを出すこともできるように開いているんです。割り箸が上の部分でくっついているのは使う時まで2本を1組にまとめておくためという理由しかないって思っていませんか。実はそうかもしれないしそうではないかもしれません。よく見てみるとお箸の先は四角くなっています。これは古くからの日本の伝統的なデザインで割りやすいようにこのようになっているんです。切り離した上の部分は箸置きにできてテーブルやその他のものに触れずお箸を衛生的に使うことができます。女性用の自転車は特別な設計になっているのですがそれは意外と歴史があってファッション上の理由からなんです。男性と比べて比較的平均身長の低い女性のためにフレームの位置は低くなっています。ハンドルとサドルもそのため低いのですが全体的なフレームが低いのには他の理由もあります。昔女性が毎日一日中長いスカートやワンピースを着ていた時代スカートがフレームに巻き込まれないようにする必要がありました。それで当時の女性のニーズに合わせるためフレームの低い自転車を作ったんです。歯磨き粉がいろんな色のストライプ状になっているのは歯磨きをもっと楽しくするためではありませんよ。それぞれの色には隠された意味があって始まりは1970年代に遡ります。その時代は航空衛生への興味が高まっていて歯をきれいにするというだけでない製品が望まれていたんです。その分野のパイオニアであるある会社が歯磨きにマウスウォッシュを加えたんです。それが青い色です。そして後に歯茎のケアをする原料を入れた赤い色も加わりました。歯磨き粉といえば新しいチューブを開けるときはキャップをよく見てみましょう。きっと驚きますよ。キャップには尖った突起があって怪我をしたりネイルをダメにしたりせずに歯磨き粉のチューブに穴を開けられるようになっているんです。そしてもちろんこれを使うと歯磨き粉にばい菌やその他の細菌がつくことがないので衛生的でもあります。それと関連して次も洗面台にあるアイテムの話です。歯ブラシの毛には隠された意味があるんですよ。デザイン的にかっこいいだけでなく実用的な目的があるんです。青い毛が混ざっている歯ブラシの青い染料は色が薄れていくのですがそれが歯ブラシを交換する目安になっているんです。歯科医によると歯ブラシは3ヶ月か4ヶ月ごとに交換すべきらしいですが青い毛のおかげで忘れずに取り替えることができますね。大人になってもレゴが好きって人はいますか？悪いことじゃありませんよ。レゴはどんな年齢の人にも素晴らしい趣味です。レゴの頭の上の部分には穴があります。窒息の危険を避けるためにこのように設計されているんですよ。レゴを万一飲み込んでしまった時最も危険なのは気道を塞いでしまうことです。穴が開いていれば空気が通るので安全に口から取り出せるまで呼吸を続けることができます。現代ではいろんな種類の電球がありますよね。チューブ状、ダイヤモンド型、スパイラル型。歴史的に電球は丸かったのですがそれには理由があります。主な理由は電球は手吹きガラスだったため丸かったということです。実用的な意味での隠れた理由は電球のフィラメントは球体のガラスのどの部分からも同じ距離でなければならなかったということです。一番簡単にそうする方法は地球の形にすることだったんです。ケーブルについている円柱の部品は何も役に立っていないように見えますよね。でも実際にはフェライトコアと呼ばれるもので電波障害を軽減させる効果があるんです。
ケーブルはアンテナのように機能するので電波障害を発生させてしまうのです。電子レンジのテーブル皿が円形をしているのには理由があるんですよ。円形だと長方形や正方形の場合と違って熱が均等に分散されるんです。この形の容器を中に入れると丸い容器のように電磁波が均等に広がらず角にエネルギーが集中してしまうんです。トースターのゲージはトーストのカリカリ度を調節するために使われています。でもいろんな種類のパンを焼くという役割もあるんです。白くて甘いパンの場合、濃い茶色やライ麦のパンとは異なりすぐに火が通ります。それにパンが古いほど黄金色に焼くために多くの時間がかかるのです。大抵のオーブンにはドアを半開きにしておくオプションがあります。その理由は使用後にオーブンを冷やすためだけではありません。実際のところ料理の上部に火を通すことによってクラストをカリカリにするためなのです。ドアを半開きにしておくと熱と蒸気が制御され全体的にカリカリにならないのでうまく仕上がるのです。ご存知だと思いますが、食器洗い機にはいろんな種類のカトラリーや食器のための場所がありますよね。でも食器は一方向に向けず中央を向けて並べるようにしましょう。そして使った料理の種類によってラックの配置が変わることを覚えておきましょう。一番強いスプレーがかかるのは真ん中の部分なので、トマト、ジャガイモ、炭水化物系の汚れのついたものを置いてください。洗剤は洗浄中に外側に集中するので滝のようなクレンジング効果が得られます。そのため卵などのタンパク質系の汚れのついたお皿を並べると良いでしょう。シーリングファンは暑い日に冷たい空気を下に吹きつけて部屋の空気を循環させます。でも横にあるスイッチに切り替えると冬の間も効果的に機能させることができます。これによって暖房費を節約でき、寒い日に部屋を素早く温めることも可能。温かい空気を押し上げることにより空気を部屋中に広げ、部屋をより効果的に温めることができます。皆さん、新しくて便利なアプリの代わりに未だに付箋を使っていますか？どんなことに使うにしろ剥がした後に丸まってしまうことがありますよね。この問題が発生するのは下から上に向かって剥がしているためなんです。このやり方だと紙が丸まってしまうので、横から剥がせば紙が丸まらずにうまく使うことができます。缶切りは缶詰が普及してから50年後にやっと発明されたって知っていましたか？ではどうやって缶を開けていたのでしょうか？缶切りがない場合に備えていくつかやり方を覚えておきましょう。ここで必要なのは金属のスプーンだけ。缶をカウンターに置いてしっかりと握ってからスプーンの頭をしっかりと押し付けてみましょう。そして圧力をかけながら缶の上部の端のくぼみに強くこすりつけてください。こすり続けていると時間はかかりますが穴が開きます。穴の中にスプーンの先端が入るようになったら蓋を上向きにこじ開けて端に沿って進み続ければ最終的に中身にたどり着けます。多くのトイレは水圧と重力によって機能しているので停電による影響を受けることはありません。でも電気が必要なトイレの場合、停電の際に使えるかどうか心配になりますよね。幸い電力はトイレに水を入れるためにしか使われていないんです。流すためのメカニズムは機能しているので、トイレのタンクを開いて数リットルの水を注いでみましょう。そうすればちゃんと流すことができますよ。シャワー排水管はいずれ詰まってしまうものなので避けることはできません。人間は1日に50本から100本の髪の毛を失うので、その多くがシャワー排水管内に流れ込んでしまいます。髪は詰まりの原因になるだけでなく、さまざまなゴミを蓄積させてしまいます。そのための便利なライフハックは、蓋を取り除いてから掃除機のノズルを穴に入れて掃除するというものです。空気が漏れないようにノズルの周りに湿った布を置いてください。そうすれば真空になるので簡単に吸い上げることができます。配管工もこの方法を使うので、自分でやれば余分なコストを節約できますよ。ろうそくを長持ちさせるには芯を数回トリミングして、できるだけ水や湿気を避けるようにしてください。そうすればろうが安定するので長時間ゆっくりと燃え続けます。皆さんはオーブンのドアの窓ガラスの間にあるスペースの理由を知っていますか？そこにブラシを差し込んで
オーブンのドアガラスを掃除することができるんですよ。ドアの底から簡単にアクセスできるので、下の棚を開いてブラシを穴に入れてみましょう。ガレージに駐車する際にどれだけ奥に行けばいいのかわからない場合がありますよね。すべての車にセンサーがついているわけではないので、バンパーによって壁に穴ができないように適切な距離を保たなければなりません。正しい距離の位置に天井からロープでテニスボールを吊るしておけば便利な目印になりますよ。鍵が入らなくなったら、鍵穴に WD-40 や潤滑剤を刺せば解決できますよね。そう、そのようなものは普段から家に置いておきたいものです。でも家にない場合には、鍵の端に灰色の鉛筆をこすりつけてから差し込んでみましょう。鍵がスムーズに入るようになるまで何度も続けてくださいね。蛇口やシャワーヘッドを調整するときにペンチを使うと傷がついてしまいますし、握りにくいので大変ですよね。そんな時には古いガーデンホースの端を切り取ってペンチに取り付けてみましょう。そうすれば掴みやすくなるので摩耗を防ぐことができます。家の中のいろんな場所でゴムを使う方法を見てみましょうか。ドライバーで締めたり緩めたりするのが嫌な場合は、普通の輪ゴムを使ってみましょう。切れ端を穴に押し付けて回せば、ドライバーの摩擦によって回しやすくなります。コンクリートブロックを動かすのは腰に悪いので、手押し車を使っている時でもセメントを地面に置く際には怪我をしないように気をつけましょう。3本のパイプがあればブロックのサイズに関係なく使うことができます。バールで1本目のパイプの端を持ち上げてから、3本のパイプを目的の場所に向かって徐々に転がしてみましょう。でも斜面ではやらないでくださいね。釘の最初の一打は大成功することもあれば、親指を叩いてしまうことも。でもヘアピンを使うと髪を特定の位置に固定するための形になっているので、怪我をせずに安心して打つことができます。電動のこぎりで作業するときにはペンや鉛筆ではなくクレヨンを使えば線が消えずに済みます。さらに水の中でも見やすいので便利ですよ。屋根の排水管を掃除するかどうかチェックするのにはかなりの時間がかかってしまいますよね。そんな時にはダクトテープで長いほうきの先に鏡を貼り付けてチェックしてみましょう。そしてはしごを安定させるために足の下に古い靴を置いてください。そうすれば靴のグリップによってかなり安定するでしょう。コーキング剤は通常巨大なチューブに入っているので、一度に使い切ることができず先端が詰まってしまいます。そんな時には使用済みのコルクにドリルで穴を開けて蓋を作ってみましょう。そうすれば先が詰まらないので何度も使うことができます。クラッカーには焼いている最中に割れたり崩れないようにするための穴が開けられています。穴が開いていないと内部に蒸気が溜まって割れてしまうんです。炭酸飲料の瓶の王冠の中にはキャップシールがありますが、これは液体の漏れを防ぎ炭酸が抜けないようにするための工夫。さらにボトルは細長い首の部分を持つように設計されています。このデザインのおかげでボトル全体ではなく握っている上部にしか手の厚さが伝わらないようになっています。電子レンジには窓に黒い網があり、中の食べ物が見にくくなっていますが、これは有害なマイクロ波が外に漏れるのを防ぐためのものなんです。ファラデーケージとも呼ばれていて、人体を保護し食べ物をきちんと調理するための効果があります。ポテトチップスなどのパッケージの中身の約 43% は窒素なんです。機体に半分お金を払っているような気がしますが、中に酸素が含まれているとポテトチップスと反応してすぐに傷んでしまいます。ちなみにこの反応は酸化と呼ばれます。一方窒素は不活性ガスなので、食品を新鮮に保ち輸送中の破損を防止する効果があります。このガスのクッションが入った袋を使うことにより、パン粉のように粉々ではなくパリッとしたポテトチップスを食べることができるのです。ドーナツに穴が開いているのは内側と外側に均等に火を通すため、穴を開ける以前のドーナツは内側が油っぽく火が通っておらず、外側がカリカリになってしまうケースがよく見られました。ノートの余白は日付や番号を書き込むためのものではなく、もともとは書かれた内容を保護するためのデザインだったんです。当時の家の中にはネズミが住み着いていることが多く、
ノートの端がネズミにかじられてしまうことがよくありました。余白はネズミに重要な部分を食べられないようにするために加えられたのです。ロリポップの棒が空洞になっているのは誤って飲み込んだ時に窒息しないためのものではありません。実際には棒にキャンディーを固定するための工夫なんです。溶けたキャンディーが空洞になっている棒と穴に流れ込んで固まった時に所定の位置に固定されるようになっています。表面がツルツルで穴のない棒だとキャンディーが簡単に取れてしまうからです。掃除機にはたくさんのアタッチメントがついていますが、長い毛のついた部品の使い方を知っていますか？これはホコリを吸い取るためのもので、額縁に入ったアートやブラインド、ランプシェードの掃除にぴったりなんです。木製ハンガーとプラスチックハンガーの違いは何でしょう？杉の木のハンガーを使うと衣服の形が崩れないだけではなく、蚊や虫除けにも効果的。塩は料理以外にもきつい匂いを取り除くために使えます。ニンニクを刻んだ後に指先を塩でマッサージすると匂いが簡単に消えますし、靴にも使えます。トースターの底には秘密のトレイがあり、これは取り外せばパンくずを簡単に掃除できますよ。チョコが箱からなかなか外れない時には周りの小さなくぼみの助けを借りましょう。このくぼみを押すだけで簡単に取り出すことができますよ。蓋のついたカップからコーヒーを飲むと内部の気圧が下がり空気が吸い込まれます。そして蓋の小さな穴から中に空気が入り、飲み口からコーヒーがスムーズに出るようになっているんです。さらにカップの上にある小さな突起によってカフェの従業員や客にカップの中身が分かるようになっています。それぞれの突起には名前が書かれているので、どれが押されているのかチェックしてみましょう。海外では果物に貼られたステッカーの数字を見れば栽培方法が分かるようになっています。4桁で最初の数が4か3の場合には果物に農薬が使われているということ、5桁で最初の数が9の場合、有機栽培されたという意味、そして5桁で最初の数が8の場合、遺伝子組み換え食品だということです。スーパーで買い物を済ませて食品を袋に詰めたら、車に戻る間ショッピングカートのフックに袋を吊るしておきましょう。そうすればパンや卵や果物や野菜などの柔らかい食品が重いもので押しつぶされずに済みますよ。巻尺の端を押さえてくれる人がいない場合には釘を打ってから小さな穴に引っ掛けて使えばうまくいきます。マックフルーリーについてくる正方形のスプーンはアイスクリームのトッピングを混ぜるためのものなので、機械に直接取り付けて回転するようになっているんです。屋外用の南京錠は雨に濡れてそのままにしておくとすぐに故障してしまいますが、そこにある小さな穴からエンジンオイルを注入すれば再び使えるようになります。次はケチャップのガラス瓶の底を叩いても出てこない場合のヒントをお教えします。ボトルを斜めにして首の真ん中の部分を軽く叩いてみましょう。多くのファーストフード店で小さく折りたたまれた紙のカップにケチャップやマスタードが入っているのを見たことがあると思います。このカップを開くと小さな紙皿になるのですごく便利ですよ。お鍋やフライパンの取っ手の穴には壁にぶら下げる以外にも使い方があります。料理をしている際にヘラやスプーンなどを穴に入れておきましょう。そうすれば油などがお鍋の上に垂れるのでキッチンが汚れずに済みます。歯ブラシの青や他の暗い色の毛は新しい歯ブラシを買うタイミングを教えてくれます。毛の色が薄れてきたら歯ブラシを交換してください。流しの上にある穴には複数の隠された機能があります。一つ目は蛇口を閉めるのを忘れた際に溢れた水によって床を濡らさないための工夫。二つ目は水を早く流すための空気の逃げ道としての機能です。一般的な金属製のジッパーには恥ずかしい事態を避けるための隠されたロックがあります。下に向けると隠された小さな溝により自動的にロックされるようになっています。ですのでジッパーハンドルは上に向けたままにしないでくださいね。他の食品と同様、腐った牛乳からはガスが放出されます。海外のプラスチック製の容器の片側は凸型になっているのでガスで膨張した際に突き出るようになっています。さらに牛乳を凍らせて保存するときにもその部分が膨張して容積が増えるようになっているんです。
泡風呂は楽しみや香り以外にも温度調節の効果があります。泡がお湯の温度を保ってくれるので長い間温かいお風呂を楽しむことができるのです。でもこの効果が得られるのはアクリル製の浴槽の場合だけ。金属製の浴槽ではすぐに冷めてしまいます。多くのティーカップやマグカップの底は食器洗い機のためにわざと小さな溝が作られています。この溝があることで底の部分に水がたまらないようになっているのでカップを取り出す際に水がこぼれるということになりません。換気の効果もあるので熱い紅茶を注いでも割れることはありません。軟膏のキャップの尖った部分にも目的があります。多くのチューブはアルミで密封されていますが爪で開けるのはやめましょう。密閉されたチューブはキャップの先端を押し付ければ簡単に開きます。エスカレーターのブラシは靴を磨くためのものではなく事故防止が目的。ブラシがあるので誰も端に近づかず長いコートやブーツカットのジーンズが引き込まれることもありません。チックタックの入れ物は中からミントが一粒ずつ出てくるように設計されています。蓋が粒と同じ形をしているので容器を逆さまにして軽く振ってゆっくり開けば蓋の溝から一粒だけ出てきます。蓋を開けてケースを振って5粒以上口の中に直接入れて食べる人は間違った食べ方をしているということになります。本来ビーニー帽のポンポンはファッション目的で付けられたアクセサリーではありません。ポンポンはもともと船員たちが船の低い天井に頭をぶつけないための工夫だったんです。現在ではどの家にも驚くべき機能が隠された製品がたくさんあります。さらに今まで気づかなかった別の用途を持つ日用品も探してみましょう。今日は楽しい気分なのでちょっとしたふざけた情報もご紹介します。大半のキッチンバサミの柄の内側の部分はギザギザになっています。この部分をハーブストリッパーとして使えばタイム、ローズマリーやセージなどハーブ類の葉を簡単にむしり取ることができますよ。手で葉をむしるよりもかなり時間を節約できるはずです。花瓶を持っていない時にはこの部分を使って大切な人にバラを贈ることもできます。でも相手に尖った部分を差し出さないように気をつけましょう。炭酸飲料のステイオンタブの向きを変えるとストローホルダーとして使うことができます。これを使えばストローは落ちないようにできますね。ステイオンタブは60年代初頭に使われていた昔のプルタブに代わって使われるようになりました。プルタブのデザイン覚えています？簡単に外れてかなり鋭いので手などを切ってしまうこともありました。ステイオンタブにはストローを差し込むこともできるのでブクブクと泡を立てることもできるということです。シャツなどを購入すると予備のボタンと一緒にビニール袋に入った生地の見本が入っていますよね。もちろんその生地で穴を塞ぐこともできますがいろいろな洗剤をテストするためにも使えます。服を洗う前に洗濯機で洗ってテストしてみましょう。まあ鼻をかむこともできますが私は絶対にお勧めしません。物を持ち上げたり動かすのが大変な時にはドライバーを使ってみましょう。中にはレンチやスパナの内側にフィットするような柄の部分が六角形になっているものも。ねじったりテコの原理を利用して使えば手にあまり負担をかけずに済みますよ。あまり力が強くない人にもぴったりです。輪ゴムにはいろいろな使い方がありますよね。瓶の蓋が開かない時には輪ゴムを巻きつければ滑りにくくなりますよ。エスカレーターについているふわふわした黒いブラシは階段の部分の黄色い線と同じ役割があります。これは人々が危険な部分に近づかないようにするための工夫なんです。人々は常に注意を払っているわけではないので近づきすぎて階段の端に服などが引き込まれてしまうことがあります。でもブラシがあれば障壁になるので小さなものが隙間に入り込むのを防ぐことができます。普通のジーンズには機能的な部分とそうでない部分があります。ポケットの周りにあるリベットは損傷しやすい部分を固定するためのもの。すべてのジーンズに使われているわけではありませんが普通のズボンよりも少し長持ちします。そしてポケットの上の部分に小さなポケットがついています。これはもともと懐中時計を入れておくためのものだったんです。現在では懐中時計を入れている人はいませんが多くの人は硬貨や指輪、ポータブル USB などを入れています。
車のタイヤになぜ溝があるのか疑問に思ったことはありませんか？これは道路に対する摩擦のためのものですが、タイヤの摩耗の具合を見るためにも使われています。溝が浅くなっている場合にはタイヤを交換してください。そうしないと一時停止の標識で突然停止しようとした際に車が止まらなくなるかもしれませんよ。海外の中華料理店でよく使われているお持ち帰り用の容器は、食べ物を家に持ち帰るだけでなく冷蔵庫に保管できるように設計されています。それにそのまま食べられるようになっているので、お皿を汚さずに済みますよね。もともとこの容器の考案者は1894年に殻から取り外したばかりの牡蠣を輸送するための特許を取得しているので、オイスターペイルと呼ばれていました。その後食品用の漏れ防止容器として使われるようになったのです。飛行機の中から外を見ているときに窓に小さな穴や隙間があるのに気づいたことがあると思います。これはブリーザーホールと呼ばれていて、高い高度で加圧されたキャビンと外気との間に発生する気圧を均等に保つ効果があります。また窓ガラスに霜が付着し視界が悪くなるのを防ぐために、窓ガラスの間から湿気を放出しています。ですから飛行機の窓にはスマイリーフェイスを描くことはできません。カッターの刃は1956年に日本の会社によってデザインされたもの。すごく便利ですよね。ちなみに設計者は板チョコを折るための線を見てインスピレーションを得たとのことです。でもカッターは食べられないので気をつけましょう。巻き尺のフックには穴が開いています。これはネイルグラブと呼ばれるもので、釘やネジに引っ掛けるためのもの。自分一人で測定するときに巻き尺を固定するための工夫なんです。すごく便利ですよね。ヘアピンの片側は曲がっていますが、これは髪をしっかりと固定するためのもの。まっすぐな方を上に向けて、曲がっている方を下に向けて使ってみましょう。このピンは19世紀に発明されましたが、1920年代に大人気だったボブ系のヘアスタイルのせいで、海外ではボビーピンと呼ばれるようになりました。現在ではこのヘアスタイルは廃れていますが、便利なピンは未だに生き残っています。髪を洗う前には指に引っかからないように取り外してください。車やバスに乗っている時に窓の外側に黒い点があるのに気づいたことはありませんか？これはかっこよく見せるためにつけられているわけではありません。この点はフリットと呼ばれるセラミックの塗料で、窓を紫外線から保護する効果があります。また接着剤が取れにくくするために表面を粗くしているのです。部屋の隅にピンク色の塊がある場合には触らないでください。それは古いバブルガムかもしれません。錠前の下の部分には1つか2つ小さな穴が開いています。これは雨が降った時に中に入った水を排出するための工夫です。この排水機能により内部が錆びたり寒い時に凍らないようになっています。鍵が動かなくなった時にはこの穴から内部に油を注げば再び使えるようになります。鍵をなくしてイライラしている時には穴に向かって怒鳴れば、鍵は開かなくても少し気が楽になるかもしれませんよ。一部のドレスシャツには後ろに生地のループがついています。これはもちろんシャツをかけるためのもの。ループがあると壁に簡単にかけられるので、当時の海軍で使われるようになったということです。1960年代の大学生の間でシャツのボタンを一番上まで留めて着るスタイルが流行していました。そのせいでシャツをうまくかけられなかったのです。そのためデザイナーたちはループを後ろにつけ始めました。学生がループを切り取った場合、それは恋愛相手がいるというサインになったのです。そのため友達がいたずらで切り取っていない限り、常に相手のことを聞かれていたといいます。硬貨の端がギザギザになっているのを不思議に思ったことはありませんか？これは硬貨自体に価値がある時代の名残なんです。偽造者たちは金や銀の硬貨の端を削り、そのクズで新たな硬貨を作って儲けていました。でもギザギザがつけられるようになってからは、硬貨を削るとすぐにバレるようになったのです。現在ではその必要はありませんが、伝統として残っているのです。すごく退屈な時にはギザギザがいくつあるのか数えてみませんか？まあそれ自体かなり退屈なので、代わりにブライトサイドの動画を見てみましょう。
ちょっと考えてみましょう。数世紀前の人々は硬貨が偽造されるのを防止するために縁にギザギザをつけ始めました。昔の詐欺師たちは硬貨の端を削り、そのカスを集めて新たな硬貨を鋳造していたので、ギザギザをつけることによってそれを防いでいたのです。 AC の電源コードについている円柱型のパーツはチョークまたはフェライトコアと呼ばれるもので、電波妨害を防ぐための酸化鉄磁性体なんです。簡単に言えばデバイスを障害から保護するために取り付けられています。懐中時計を入れるために発明されたジーンズのポケットは有名ですが、金属製のボタンの目的もご存知ですか？これらのリベットは生地を留めておくために発明されたもので、作業中に引っ張られてジーンズが破れやすい部分に取り付けられています。バックパックのこの穴は余分な荷物を結びつけるために設計されたものなので、スニーカーをバッグの中に入れたり、手で持ちたくない時にロープで結びつけることができます。 iPhone のカメラの横にある小さな点はマイクになっていて、動画を撮っている際に音質を良くするための工夫なんです。 Mac のスポットライトにはファイルやアプリの検索以外にも電卓として使えるので、計算したい式を入力してみましょう。さらに辞書としても使えるので、検索バーに単語を入力してみましょう。そうすればその単語の意味などを簡単に調べられますよ。油の新しいボトルを使うときに蓋を外した後、中の小さなループを引っ張って穴を開けますよね。この部分を引きちぎった後、ゴミ箱に捨てずに元の位置に戻せば、油を注ぐときに流れをコントロールできますよ。キーボードの F キーと J キーの小さな隆起は、タッチタイピング中に指をナビゲートするためのもの。両手の人差し指で隆起に触れることによって、キーを見なくても他の文字の位置がわかるようになっているんです。エスカレーターの横にあるブラシは靴を磨くためではなく、安全性のために取り付けられています。このナイロンの毛は靴紐や衣服がエスカレーターの内部に引き込まれないようにするためのものなんです。大半のドアノブが真鍮でできているのは、この種の金属の表面には微生物が繁殖しにくいためです。海外の公衆トイレの仕切りの下の部分に大きめの隙間があるのは、長居をさせないための工夫なんです。このデザインには待ち時間を減らす効果があります。プラスチック製の炭酸飲料やコーヒーのカップの蓋はコースターとしても使えるようになっています。カップを安定させ、テーブルの表面が濡れないようにしているのです。蓋を逆さまにせずに、そのままテーブルに置いて使ってみましょう。車で事故に遭い、ドアが開かなくなった時には取り外し可能のヘッドレストのバーを使って窓を割れば外に出られます。炭酸飲料のペットボトルのキャップの中にある小さなプラスチックのディスクは、ボトルを密封して炭酸が抜けないようにする工夫なんです。誰でも電子レンジで食べ物を加熱する様子を見たことがありますよね。でもどうしてドアはこんなにも暗く作られているのでしょうか？実はこの黒い網は電磁波を遮断するためのものなんです。南京錠の鍵穴の横にある小さな穴は、錠の中に入った水を抜くために設計されました。さらに錆びて鍵が中に入らなくなった場合には、この穴に油を刺すことができます。ゴルフボールは空気力学を考慮した小さなくぼみで覆われています。これはディンプルと呼ばれるもので、ボールを均一に飛ばすための工夫なんです。マグカップの中には、底の外側の部分に小さな溝が開いているものがあります。この溝はカップを食器洗い機に入れた時に、底の部分に水がたまらないようにしているんです。サングラスは当初太陽光線から目を保護するために発明されたわけではありません。このユニークなメガネは、北極探検中雪によって目がくらむのを防ぐための工夫だったんです。 T シャツは手荷物を保護するために使うこともできます。シャツをスーツケースにかぶせれば、ビニールのラップで包む時間が省けますよ。 Y シャツの襟の後ろにあるボタンは、もともとネクタイが襟からはみ出さないようにするためのものでしたが、現在ではネクタイが細くなったため、本来の目的のためではなく、装飾のために取り付けられています。次はネクタイの本来の目的を見てみましょう。もともと17世紀のヨーロッパで襟が緩まないように考案され、強風から首を保護するために使われていました。その後、服の一部とみなされるようになり、
王室の集会での必需品となったのです。帽子の柔らかいポンポンは数世紀前に発明されました。本来は船員たちが船の低い天井や棚に頭をぶつけないための工夫だったんです。杉には服を食べる蛾の嫌いな天然の油が含まれているので、多くのハンガーは杉で作られています。電球が丸いのは光を均一に分散するためです。また簡単に製造できるのでコストを抑えることもできます。新しい服を買うと小さな生地がついていますよね。これは単なるパッチではなく、服を洗う前にテストするためのものなんです。洗濯機で洗ってみて大丈夫かどうか確認してから服を洗ってみましょう。シーリングファンには冬用と夏用のモードがあります。まずはスイッチを見つけてください。上にすると冬モードになり、下に押すと夏モードになります。夏モードでは空気を下に吹きつけ、冬モードでは空気を吸い上げるようになっています。バスルームに丸いプランジャーが置いてある家も多いと思いますし、映画でもトイレの詰まりを直すために使われています。でもプランジャーは流しの詰まりを直すためのものなので、トイレでは別の器具を使ってください。オーブンの下の引き出しはお鍋やフライパンを保管するためのスペースではありません。中に食べ物を入れておけばオーブンの熱によって保温されるので、友達が夕食に遅れた場合にも便利ですよ。電子レンジでポップコーンを作った後、袋の上にある小さな穴に注目してください。この穴を使えば弾けなかった粒を取り出すことができます。お皿の上で袋を逆さまにして振るだけで簡単に取り出せますよ。大半の人はトラベルピローの使い方を間違っています。両端の部分を前に向けて後ろに寄りかかっていますが、反対にして使ってみましょう。子が顎の下に来るようにすれば両端が後ろに向きます。この状態で頭を前に倒すと首が快適になるので、よく寝られますよ。磁石が U の字をしているのは磁力を強めるためなんです。青い部分は S 極を示し、赤い部分は N 極を示しています。この形によって2つの極が同時に機能し、磁力が高まるのです。大半の航空機は優秀なデザインにより、エンジンが機能していなくてもかなりの距離を飛行できます。1268年、ロジャー・ベーコンは望遠鏡のレンズをメガネとして使ったことを記録しています。この時期すでにヨーロッパと中国ではフレーム入りの虫眼鏡で本を読む習慣があったので、もともと西洋から東洋に伝わったのか、その逆だったのかは分かっていません。遭難して海のど真ん中にいる場合には釣りをしてみましょう。携帯電話や時計、鍵などを餌にすることができます。そして釣り糸の代わりに靴紐を使ってください。餌を結びつけて水に入れておけば、携帯電話で大物が釣れるかもしれませんよ。炭酸飲料の缶のプルタブを逆に回すと、ストロー用のホルダーとして使えますよ。海外で見るこちらの消しゴムの青い半分は、もともとインクを消すためのものではありません。当初、青い部分は厚紙に書かれた文や絵を消すために使われていました。でも、赤い部分だと縞を残さずに消すことができなかったので、青い部分が使われていたのです。大半の人は付箋の剥がし方を間違えています。下からではなく、糊の線に沿って横から剥がしてみましょう。そうすれば貼った後簡単に剥がれなくなりますよ。ロリポップの棒にはなぜ2つの穴が開いているか知っていますか？これは棒の中に熱いシロップを流し込んでキャンディーを固定させるための工夫なんです。さあ、今日は皆さんが見たこともないものや知らなかった情報をお見せしましょう。すべて1つの動画で、なんてお得。例えばファーストフード店にあるドリンクバー、その外観は素敵ですが、飲み物がどこから出てきているのか気になったことはありませんか？舞台裏をお見せしましょう。なんと裏側は箱の山とチューブがあるだけになっているんですね。飲み物がなくなると従業員が箱を交換してチューブを再び接続するという仕組みです。さて、普段私たちが立ち入ることのない場所をもう少し覗いてみましょう。例えばこれは Mac のモニターの内側、こちらは公共のコインランドリーのドライヤーの後ろに隠されているものです。現在アメリカでは全家庭の5分の4に乾燥機が設置されていますが、この機械が1950年代に初めて登場した時は非常に高価なものでした。
スーパーでの買い物、よくある光景ですね。私たちは何百万回も乳製品の冷蔵庫の前を通り過ぎています。でもその裏に何があるのか気になったことはありませんか？実はこれはただの棚で、店員が裏側から商品を積み上げているだけです。確かに合理的ですね。この写真はエレベーターのボタンの裏にあるものを示しています。当然のことながらたくさんのコードがありますね。すべてのボタンはエレベーターを管理するコンピューターに配線されています。ではコンピューターは特定の時間にエレベーターがどこにあるかをどのように知っているのでしょうか？これには様々なシステムが使用されていますが、最も一般的なのはシャフトにある長い垂直テープで、そこには一連の穴が開いています。エレベーターのセンサーが通過する穴の数を数え、それによって位置を特定するのです。さてここからも日常的に見るものの秘密が続きますよ。ジーンズにある金属製のリベットは発明当初から存在していました。初めてのジーンズを作ったジェイコブ・デイビスがズボンの破れやすい場所に銅のリベットを追加したのが始まりです。現在ではジーンズの定番の飾りとなっていますね。一部のスニーカーには余分なループがあることを知っていますか？その目的は通気性ではありません。普通に靴紐を通すためのものです。これは足首のズレを防ぐためにさらに縛る必要がある場合に使います。これは特にハイキングと登山道といったアウトドアで役立ちます。コートやジャケットの背中にある半分のベルトのようなものは実は驚くほど古い歴史があります。これらはまずオーバーサイズの軍用ジャケットに登場し、背中に余分な布を集めて作業中の邪魔にならないようにするためのものでした。今日ではこれらのベルトは単なる飾りとなっています。衣類についている布とボタンの入った小袋は一見無駄なもののように思えますが、実は大変役立つものです。ボタンはもちろん紛失した場合の取り替え用、布の切れ端は穴を塞ぐためだけでなく洗剤を試すためのサンプルとして使用できるのです。毛糸の帽子についているポンポンは18世紀の船員たちが頭を保護するために着用していたものでした。スコットランドでは一般的に着用されており、ポンポンの色がその人の社会的地位を示していました。大恐慌の時期には余った毛糸で作られた可愛い装飾品をつけた帽子が再び人気となりました。余った毛糸を使うため安価に作ることができたのです。ファッションの小物は長い歴史と意味を持ちながら、現代の私たちの衣類にもしっかりと根付いているのです。歩道に小さな凹凸のあるタイルが敷かれていることに気づいたことがありますか？多くの人はあまり気に留めませんが、これは視覚障害者にとって非常に重要な役割があります。これらは例えば斜面や横断歩道を示しています。また凹凸のパターンによってその意味が変わります。車のダッシュボードにあるガソリンタンクのアイコンに小さな矢印がついていることに気づいたことがありますか？実はその矢印はガソリンタンクが車のどちら側にあるかを示しているのです。忘れっぽい人やたまにレンタカーを利用する人にとって非常に便利です。もしパネルに矢印が見つからない場合は、アイコンの燃料ホースが代わりにガソリンタンクがある側を示しています。多くの化粧品や衛生用品の裏面には 6M、12M、24M といったマークがついたシンボルが記されています。これは製品が何ヶ月間使えるかを示しています。期間が過ぎたら処分しましょう。ホイッスルは中にボールがなくとも音を出すことはできます。ではなぜボールが入っているのでしょうか？ボールが入っていないとその音は実に非常に平坦な音となり、十分に聞き分けがつきません。しかしボールが入っていると吹くたびにそのボールが動いて音がブレ、より際立った音が出せるようになります。キャンディーの棒の先端に四角い穴が開いているのにも理由があります。キャンディーを棒につける際、その一部が穴に入り、キャンディー部分が固定されます。これによりキャンディーがどんな形状でも棒から落ちにくくなります。落ちたら大惨事ですからね。巻尺には先端に金属のスタッドがあります。多くの人は測定する面の端に巻尺を固定するために使えることを知っていますが、実はそれだけがスタッドの便利な点ではありません。
そこに開いている穴は釘に引っ掛けて手を開けた状態で測定を続けるために使えるのです。また巻尺の端の底にはギザギザの縁があります。これは印をつける道具がないときに印をつけるのに役立ちます。巻尺のブレードが湾曲している理由が気になったことはありますか？実はそれは巻尺が伸ばされたときにへたることを防ぐためです。また巻尺をよく見るとそこには数字や印だけでなく黒いひし形も描かれています。この目盛りは 48.8cm ごとに付けられており、建設現場で専門的に使用する単位に基づいています。また例えば何か重いものを吊るす場合にも役立ちます。またこれを利用して一定距離の中心を測り、物を吊るすための穴をドリルで開ける際にも使用できます。ほとんどの硬貨には縁がありますが、これは昔の名残。その昔、すべての硬貨は銀の価値に基づいて作られていました。つまり、硬貨に使用される銀の量が硬貨の価値を決めていたのです。硬貨を作るのに使われる銀が多ければ多いほど、その価値は高くなりました。とにかく、すべての硬貨には貴重な金属が含まれており、中には悪どい人間がそれを少し削るということが横行していました。一枚では目立たない量でも、いくつかの硬貨で行われた場合、かなりの量の銀が手に入ります。この不正を暴くために考え出されたのが硬貨の縁なのです。誰かが硬貨を削ろうとするとその溝は消えてしまい使えなくなるという仕組みです。現在の硬貨は銀では作られていません。しかし縁の部分は相変わらずその機能を保っているのです。最後になるのはプラスチック製の牛乳カートン。これには一面または複数面にへこんだ溝がついています。その目的ははっきりとしており、まず耐久性を高めるというのが一つ、もう二つはカートンが床に落ちた場合に破裂するのを防ぎます。またこのへこみは液体が膨張する余裕を生み出しています。賞味期限が迫った牛乳はバクテリアの作用でガスが発生します。そのため容器の内部の圧力が高まってしまうのです。この際の圧力をへこみが受け流すことで容器は膨張しづらくなり破裂が防がれます。牛たちも牛乳が無駄にならなくなれば嬉しいですよね。ジーンズやドレス、ジャケットを試着しポケットに手を入れようとしたとき、ポケットに深さがないことに気づきます。ポケット自体がないのです。そもそもなぜ何も入れられないポケットを作るのでしょうか。さっき落とした携帯拾わなきゃ。恥ずかしい。実は偽のポケットの理由は簡単です。洋服のカットや形が決まっている場合、ポケットはそれを台無しにしてしまうかもしれないからです。ポケットがあると倉庫や店頭に並んだ時に形が変わってしまうことがあります。解決策ですか？主要な部分のポケットをなくすことです。しかもフェイクポケットの方が明らかに安いんですよ。しかも伸びることもありません。興味深いことにこの方法は17世紀まで遡ります。当時ポケットは実際に取り外しが可能だったのです。ポケットは小さなバッグのようなもので、女性などは服から服へと移動させることができました。残念なことにスリにとっては非常に便利なものでした。そのようなポケットを掴んで持ち去ることができたのですから。そして洋服はより合理的になり、スリムなポケットが袋状ではなくそのまま縫い付けられるようになったというわけ。これは人のシルエットをより魅力的にするためと考えられています。しかしやがて細身のスカートが流行しだし、ポケットはなくなっていきました。そして人々は代わりにハンドバッグを使うようになり、最近ではほとんどのポケットが本当のポケットとなりました。中にはまだ偽物もあります。では偽物のポケットを本物と勘違いして穴を開けてしまわないようにするにはどうしたらいいのでしょうか。まずポケットの縁に沿って開くはずの部分の縫い目を見てみてください。もし一本の糸が緩んでいたら、その糸を切り取って軽く引っ張ってみてください。ポケットが本物であれば糸は簡単に抜けます。しかしもし縫い目が動かないようであれば、それは偽のポケットである可能性が高いというわけ。
この場合、そのままにしておいてください。その他にも、次は身近なものに秘密が隠されている可能性があります。例えば、こういった感じのチップスのライン。これはスパイスや調味料の分配に役立っているのです。つまり、ポテトチップスをチーズのような味にするための物質は、ほとんどこの線の中に入っているということ。さらに、この線はチップスの歯ごたえを良くしてくれます。蛍光ペンは、特殊な半透明蛍光インクが充填されているため、薄暗いところでも光ることができます。黄色や薄緑の色合いは、白黒コピーをしても文字が見えないということがないため、最も人気があります。コピー機では、黄色や薄緑色のマークはほとんど存在しないと認識され、印刷されません。その昔、ジーンズには問題を抱えていました。ジーンズを仕事着として使っていた労働者や工夫たちが、ジーンズに過度の圧力をかけていたのです。その結果、縫い目がそのストレスに耐えられず、破れてしまいました。そしてこれを防ぐために、小さな金属のスタッズが発明されたのです。ほとんどの金属製ファスナーは、その中に隠れたロックがあります。だから、ファスナーの持ち手を上向きにしたままにしておくのはダメなんですね。下に引くと、自動的にロックがかかるのです。これは、持ち手の下に隠されたいくつかの小さな溝のおかげです。次はペットボトルの横線について。これはペットボトルを支えるためのものです。ペットボトルの中には柔らかいプラスチックでできているものがありますので、この線がないとボトルの形が保てません。その結果、ねじれやすくなったり割れてしまったりするのです。泡風呂の泡はいい匂いだったり、楽しいだけというわけではなく、温度調節にも役立つんです。泡がお湯を温めてくれるので、お風呂をもう少し長く楽しむことができます。可愛いラバーダックの有無は問いません。ジェルペンの透明な液の層に気づいたことがありますか？それはインクフォロワーまたはストッパー液と呼ばれています。このようなペンのゲルには、ポリマー溶液に溶けた顔料の粒子が含まれています。ゲルは顔料粒子を浮遊させるのに十分な厚みがあり、かつまずボールの上に流れ、次に紙の上に流れるのに十分な薄さでなければなりません。ストッパー液の主な役割は、ゲルが蒸発したり漏れたりするのを防ぐためのバリアーとなることです。この透明な液がなければ、ゲルペンは機能しません。液は常に一つの位置にとどまり、ジェルと一緒に溶けることはありませんし、液体が逆流したり、ペンから流れ出したりすることもありません。イヤホンの底にある穴は、空気を循環させ、スピーカーの中の空気の循環を助ける働きがあります。低域を増やすことができ、低音をより深く響かせることができますので、音質もぐっと良くなります。海外でよく見るプラスチック製の牛乳パックには、側面にへこみがあるものがあります。このへこみを使えば、注射が上手にできるんです。すみません、冗談です。このへこみには、いくつかの目的があります。牛乳が腐敗すると容器が膨張して高圧になることがあります。その時このへこみがあると容器自体が膨らまず便利なんです。また牛乳を凍らせても他の液体と同じように膨らみます。そしてまたくぼみが飛び出し冷凍庫の中で容器が割れるのを防ぎます。すごく役に立つへこみですね。飛行機の窓は丸みを帯びていますが、これは重要な安全対策なんです。航空機の事故を防いでいるんですから。物の弱点は大抵角の部分にあります。もし飛行機の窓が正方形や長方形だったら、1枚に4つの弱点があることになります。そのため圧力がかかると窓が割れてしまうのです。路面電車の架線をよく見ると、連絡線が一直線ではなく前後にジグザグに伸びているのがわかります。トラムの屋根には必ずパンタグラフが取り付けられているのです。パンタグラフの上部は架線によって徐々にすり減っていき、やがて交換が必要になります。パンタグラフの摩耗を均一にするために、架線はトラムの走行に沿って厳密に設置されているわけではなく、ジグザグに設置されています。路面電車が動くとパンタグラフが電線に沿って滑り、均一に摩耗していくというわけ。
ガス管の中にはキャップ付きの穴が大きいものと小さいものの2つあるものがあるので、不思議に思ったことがあるかもしれません。以前は小さい方の穴は小さい容器に何かを注ぐときに使うものだと思っていたのですが、違っていたんですね。そう使う人もいるかもしれませんが、実際には大きな穴の中にガスを入れる前にキャップを外して、突然飛び出して服や地面にこぼれないようにするものなのだそうです。シャツのボタンホールはほとんどが縦長ですが、一番上と時には一番下のボタンホールは横長になっています。理由は簡単で、この2つのボタンが他のボタンよりもよく滑り落ちてしまうからです。幸いなことに生産者はこれらのボタンのズレを防ぐ解決策を発見したのです。理にかなっていますね。このようなボタンホールがあるとボタンが滑り落ちにくくなります。スティックタイプの砂糖や塩の小袋は意外と簡単に開けることができます。片方の端をちぎる必要はありません。真ん中あたりをちぎるのが正解です。ブーツによっては背中にループが突き出ているものがあります。これは靴を履きやすくするためのものです。かかとをブーツに押し込むときにループを引っ張るだけです。またブーツが汚れているときや洗った後に乾かしたときに、このループを使ってフックにかけることができます。また足首に革紐を巻きたいときはループに革紐を通すことができます。飛行機に乗っていると座席の上に小さな三角形があるのを見かけることがあるかもしれません。これは乗務員が窓からフラップを確認するのに最適な場所を示しているのです。靴が滑りやすい場合は紙やすりで靴底をこすると、より良いトラクションが得られます。グリップ力が増して雨の日でも履けるようになりますよ。あまりに濡れるとグリップが効かなくなるかもしれませんが、その時は気をつけて歩いてくださいね。ゴミ箱の底に数箇所穴を開けておくと、ゴミ袋の出し入れがとても楽になります。こんな感じの吸引力も問題なくなります。バッグや靴などいろいろなものの中にシリカゲルが入っていますよね。このジェルが余分な水分を吸収してくれるので、捨てないでください。靴が濡れるたびにシリカゲルを吸う包み中に入れてください。魔法瓶は実はコーヒーを温めるために発明されたわけではありません。スコットランドの科学者が作ったもので、化学薬品を安定した温度で保存するための安全な場所が欲しかっただけなのです。2つの瓶を用意し、小さい方の瓶を大きい方の瓶の中に入れて、その間の空気を真空にしました。おかげさまで温かいコーヒーありがとうございます。あなたは美術探偵、世界に散らばる有名絵画の謎を解くのがその仕事です。それらの名画の作者はダ・ヴィンチ、ミケランジェロ、ピカソら。さあ、これから世界の名画を巡る旅へ向かうことにしましょう。さあ、最初の目的地はローマです。絶品のパスタに舌鼓を打ったら、システィーナ礼拝堂へ行きますよ。ここには世界で最も有名な天井画があります。ミケランジェロは横たわった姿勢でこの絵を描いたのだという言い伝えがありますが、これは真実ではありません。ミケランジェロは立った状態でこの絵を描けるようにと、プラットフォームを組み合わせた複雑なシステムを考案したのです。さて、アダムの創造を見ていきましょう。イタリア人の巨匠ミケランジェロが描いた傑作で、彼の人体に対する理解の深さが現れている作品です。この絵画の右半分が解剖学的に見た脳の拡大図なのではないかという議論が起こっています。確かに脳の形を重ね合わせてみると、小脳、視神経、下垂体に至るまで全てが一致していますね。たなびく緑のスカーフも椎骨動脈を模しているかのようです。ミケランジェロは自身の持つ知識をこのように表現したのかもしれません。もっともその真相は本人しか知り得ないことでしょうけれどね。次の目的地はフィレンツェ。ジェラート片手に休憩したらアカデミア美術館へ向かいますよ。世界でも最も有名な彫刻の一つがミケランジェロによるダビデ像です。ダビデ像は高さ5メートルの遺産、制作期間は3年と言われています。この像にまつわる謎はその顔の表情。下から見ると穏やかな表情をしているかのように見えますが、これは一般的に広く誤解されている印象なのだといいます。
実際に象の体をよく見ると全く違う表情が浮かび上がるのです。眉をしかめ、腕に血管を浮き立たせているダビデは穏やかさとはほど遠く、大きな対決に向かう直前のダビデの姿を描くことを意図したミケランジェロは、穏やかな表情でこの像を作ろうとは思っていなかったのかもしれません。さあ、次の作品も芸術の宝庫であるここイタリア・フィレンツェで探すことにしましょう。向かう先はウフィツィ美術館。世界中の有名絵画が集まるこの博物館から選ぶのはボッティチェリのプリマヴェーラ、またの名を春。そもそも専門家が正確な制作年を割り出せていないところから謎なこの作品ですが、ジョルジョ・ヴァザーリが名付けるまでそもそも題名がついていませんでした。多くの場合、作品はその主題が評価の対象になります。しかしこの作品の場合、評価のポイントは背景に描かれた46種類の植物の精密さにあります。この植物は200回も繰り返し描かれているのです。信じられませんね。さまざまな芸術と謎に満ち溢れたイタリアを離れ、次の目的地へ向かいます。飛行機に乗ってやってきたのはパリ。パリといえば夜景、ベレー帽、そしてかの有名なモナリザ。ルーブル美術館へ行くとダヴィンチによるこの名作に出会うことができます。この絵画にはまつわるさまざまな説が存在しますね。ではそのいくつかを見ていくことにしましょう。中でも突飛な説の一つには、モナリザはダヴィンチ自身を描いた自画像であるというものがあります。歴史学者がダヴィンチの顔とモナリザの顔を比較した結果、それが非常に似ていることが分かったのです。またその笑顔についても面白い説が存在しています。歯科医師であり美術の専門家でもあるジョセフ・バルトウスキーはある秘密を発見したと主張しています。彼によれば、彼女の口をキュッと結んだ笑顔の表情は前歯を失っている人のそれなのだそうです。また2010年にはイタリア文化遺産委員会がこの絵画にさまざまなシンボルが隠されていることを発見しています。非常に精巧なレンズを使わなくては見えないほどのものですが、モナリザの右目には LV という文字が書かれているのです。専門家はこれをダヴィンチのサインだと考えているようですが、しかし左目を見ると CE と書かれており、背景の端には72の文字があります。この謎は未だに解けていないものです。いやー、絵画1枚から様々な謎が飛び出てきましたね。あ、そうだ、帰る前にモナリザの目の視線があなたをずっと追いかけてくるかどうかもチェックしておきましょうね。それではお次の目的地へ向かいますよ。アムステルダムのアムステルダム国立美術館。ここにはミステリアスな逸話を持つレンブラントの絵画が展示されています。レンブラントの最も有名な作品、夜景。しかし専門家はこのタイトルと内容が合っていないのだと指摘しています。では作品をよく見てみましょう。絵画に描かれているのはこれから出動せんと集まる人々。レンブラントの技法はキアロスクーロと呼ばれており、明暗のコントラストをよりはっきりと描くものです。さて問題のこの絵画ですが、1947年までは評論家たちに夜の場面だと思われていました。しかし絵画の表面に溜まっていたすすを取り除く作業をしたところ、絵画の場面が左上から太陽の降り注ぐ明るい昼間の場面だということが分かったのです。しかし今更夜景というタイトルを中景と変えるわけにもいきませんね。さて次の作品も同じくアムステルダム。ゴッホの絵画が展示されている美術館へ向かいましょう。彼は10年という活動期間の間に900点以上の作品を描いています。ファン・ゴッホ美術館には皆さんも一度は見たことのある黄色いひまわりの絵が存在します。というより、実はゴッホの絵画は黄色が非常に多く使われているのです。そしてその色使いはゴッホ自身が世の中を見ていた色そのものだったのではないかと言われています。ゴッホは治療の副作用によって色の認知が変わってしまい、世界が黄色がかって見えるようになったという説が存在するのです。どんどん謎が出てきますね。お次の目的地はイギリス、ナショナルギャラリーへ向かいます。ヤン・ファン・エイクのアルノルフィーニ夫妻像は
何時間眺めても特におかしなところは見当たらないように思えます。主題は手を取り合い、こちらを見つめる二人の夫婦。しかし鏡を拡大してみると、部屋にはもう二人がいることがわかります。映る男性はこの二人に挨拶をするために手を挙げており、またもう一人はファン・エイク本人と言われています。またこの絵画には作者のメッセージが残されています。鏡の上にはヤン・ファン・エイクここにあり、1434年の文字があります。作品にこっそり何かを残した人物といえば、有名なイタリアルネッサンスの画家カラヴァッジオ。彼は作品バッカスに小さな小ネタを仕込んでいます。見つけるのは難しいですが、左に置かれた半分いっぱいになったワインの入れ物に消え入りそうな作者の自画像が描かれているのです。その姿をはっきり見るには最先端技術、あるいは倍率の高い虫眼鏡が必要です。そこに映る男性カラヴァッジョは手に筆を持っています。この自画像が最初に発見されたのは1922年のこと。この絵画が完成してから実に300年が過ぎた後のことです。保存状態が悪かったために隠れてしまっていたのでした。さあ旅の締めくくり、大西洋を渡ってシカゴへ向かいましょう。シカゴ美術館所蔵の名画ピカソによる老いたギター弾き。この作品の秘密を暴くには X 線をはじめとした最先端技術を使用する必要があります。その結果分かったことは、この作品が別の未完の作品の上から描かれていたという事実。下地には制作途中の女性の輪郭がはっきりと残されています。当時の成功する前の画家はキャンバスを買うお金を節約するためにこのような手段を用いていたのだと言われています。なかなか大変な旅でしたね。それでは探偵さん、お疲れ様でした。クラッカーには焼いている最中に割れたり崩れないようにするための穴が開けられています。穴が開いていないと内部に蒸気が溜まって割れてしまうんです。炭酸飲料の瓶の王冠の中にはキャップシールがありますが、これは液体の漏れを防ぎ炭酸が抜けないようにするための工夫。さらにボトルは細長い首の部分を持つように設計されています。このデザインのおかげでボトル全体ではなく握っている上部にしか手の厚さが伝わらないようになっています。電子レンジには窓に黒い網があり、中の食べ物が見にくくなっていますが、これは有害なマイクロ波が外に漏れるのを防ぐためのものなんです。ファラデーケージとも呼ばれていて、人体を保護し食べ物をきちんと調理するための効果があります。ポテトチップスなどのパッケージの中身の約 43% は窒素なんです。機体に半分お金を払っているような気がしますが、中に酸素が含まれているとポテトチップスと反応してすぐに傷んでしまいます。ちなみにこの反応は酸化と呼ばれます。一方窒素は不活性ガスなので、食品を新鮮に保ち輸送中の破損を防止する効果があります。このガスのクッションが入った袋を使うことにより、パン粉のように粉々ではなくパリッとしたポテトチップスを食べることができるのです。ドーナツに穴が開いているのは内側と外側に均等に火を通すため、穴を開ける以前のドーナツは内側が油っぽく火が通っておらず、外側がカリカリになってしまうケースがよく見られました。ノートの余白は日付や番号を書き込むためのものではなく、もともとは書かれた内容を保護するためのデザインだったんです。当時の家の中にはネズミが住み着いていることが多く、ノートの端がネズミにかじられてしまうことがよくありました。余白はネズミに重要な部分を食べられないようにするために加えられたのです。ロリポップの棒が空洞になっているのは誤って飲み込んだ時に窒息しないためのものではありません。実際には棒にキャンディーを固定するための工夫なんです。溶けたキャンディーが空洞になっている棒と穴に流れ込んで固まった時に所定の位置に固定されるようになっています。表面がツルツルで穴のない棒だとキャンディーが簡単に取れてしまうからです。掃除機にはたくさんのアタッチメントがついていますが、長い毛のついた部品の使い方を知っていますか？これはホコリを吸い取るためのもので、額縁に入ったアートやブラインド、ランプシェードの掃除にぴったりなんです。木製ハンガーとプラスチックハンガーの違いは何でしょう？
杉の木のハンガーを使うと衣服の形が崩れないだけではなく、蚊や虫よけにも効果的。塩は料理以外にもきつい匂いを取り除くために使えます。ニンニクを刻んだ後に指先を塩でマッサージすると匂いが簡単に消えますし、靴にも使えます。トースターの底には秘密のトレイがあり、これは取り外せばパンくずを簡単に掃除できますよ。チョコが箱からなかなか外れない時には周りの小さなくぼみの助けを借りましょう。このくぼみを押すだけで簡単に取り出すことができますよ。蓋のついたカップからコーヒーを飲むと内部の気圧が下がり空気が吸い込まれます。そして蓋の小さな穴から中に空気が入り、飲み口からコーヒーがスムーズに出るようになっているんです。さらにカップの上にある小さな突起によってカフェの従業員や客にカップの中身が分かるようになっています。それぞれの突起には名前が書かれているので、どれが押されているのかチェックしてみましょう。海外では果物に貼られたステッカーの数字を見れば栽培方法が分かるようになっています。4桁で最初の数が4か3の場合には果物に農薬が使われているということ、5桁で最初の数が9の場合、有機栽培されたという意味、そして5桁で最初の数が8の場合、遺伝子組み換え食品だということです。スーパーで買い物を済ませて食品を袋に詰めたら、車に戻る間ショッピングカートのフックに袋を吊るしておきましょう。そうすればパンや卵や果物や野菜などの柔らかい食品が重いもので押しつぶされずに済みますよ。巻尺の端を押さえてくれる人がいない場合には釘を打ってから小さな穴に引っ掛けて使えばうまくいきます。マックフルーリーについてくる正方形のスプーンはアイスクリームのトッピングを混ぜるためのものなので、機械に直接取り付けて回転するようになっているんです。屋外用の南京錠は雨に濡れてそのままにしておくとすぐに故障してしまいますが、そこにある小さな穴からエンジンオイルを注入すれば再び使えるようになります。次はケチャップのガラス瓶の底を叩いても出てこない場合のヒントをお教えします。ボトルを斜めにして首の真ん中の部分を軽く叩いてみましょう。多くのファーストフード店で小さく折りたたまれた紙のカップにケチャップやマスタードが入っているのを見たことがあると思います。このカップを開くと小さな紙皿になるのですごく便利ですよ。お鍋やフライパンの取っ手の穴には壁にぶら下げる以外にも使い方があります。料理をしている際にヘラやスプーンなどを穴に入れておきましょう。そうすれば油などがお鍋の上に垂れるのでキッチンが汚れずに済みます。歯ブラシの青や他の暗い色の毛は新しい歯ブラシを買うタイミングを教えてくれます。毛の色が薄れてきたら歯ブラシを交換してください。流しの上にある穴には複数の隠された機能があります。一つ目は蛇口を閉めるのを忘れた際に溢れた水によって床を濡らさないための工夫。二つ目は水を早く流すための空気の逃げ道としての機能です。一般的な金属製のジッパーには恥ずかしい事態を避けるための隠されたロックがあります。下に向けると隠された小さな溝により自動的にロックされるようになっています。ですのでジッパーハンドルは上に向けたままにしないでくださいね。他の食品と同様、腐った牛乳からはガスが放出されます。海外のプラスチック製の容器の片側は凸型になっているのでガスで膨張した際に突き出るようになっています。さらに牛乳を凍らせて保存するときにもその部分が膨張して容積が増えるようになっているんです。泡風呂は楽しみや香り以外にも温度調節の効果があります。泡がお湯の温度を保ってくれるので長い間温かいお風呂を楽しむことができるのです。でもこの効果が得られるのはアクリル製の浴槽の場合だけ。金属製の浴槽ではすぐに冷めてしまいます。多くのティーカップやマグカップの底は食器洗い機のためにわざと小さな溝が作られています。この溝があることで底の部分に水がたまらないようになっているのでカップを取り出す際に水がこぼれるということになりません。換気の効果もあるので熱い紅茶を注いでも割れることはありません。軟膏のキャップの尖った部分にも目的があります。多くのチューブはアルミで密封されていますが爪で開けるのはやめましょう。密閉されたチューブはキャップの先端を押し付ければ簡単に開きます。
エスカレーターのブラシは靴を磨くためのものではなく、事故防止が目的。ブラシがあるので誰も端に近づかず、長いコートやブーツカットのジーンズが引き込まれることもありません。チックタックの入れ物は中からミントが一粒ずつ出てくるように設計されています。蓋が粒と同じ形をしているので、容器を逆さまにして軽く振ってゆっくり開けば、蓋の溝から一粒だけ出てきます。蓋を開けてケースを振って5粒以上口の中に直接入れて食べる人は間違った食べ方をしているということになります。本来ビーニー帽のポンポンはファッション目的で付けられたアクセサリーではありません。ポンポンはもともと船員たちが船の低い天井に頭をぶつけないための工夫だったんです。